いきます。はい、スピンチェンジ。それではいきましょう。はいはい、こんな感じで。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。 ESC-01 スピンチェンジャーオプティマスプライム&ロビー、そして ESC-02 スピンチェンジャーバンブルビー&モーです。それでは見ていきましょう。ということで、なんとね、日本で、最近新たにトランスフォーマーの地上波アニメであるアーススパークっていうシリーズが始まったんですけれども、そのおもちゃが発売されました。いや、ということで、レビューねしていきたいと思います。で、こちらの商品なんですけれども、タカラトミーさんから、借りてるサンプルでございます。なので、ちょっと実際の商品とは違うところがねあるかもしれないんですけれども、ちょっとそこら辺はねご了承ください。で、見ていきましょう。まず皆さん思ったと思いますけど、これ人間のフィギュアついてきてるじゃんっていう風に思ったかと思うんですけれども、今回このアーススパークっていうシリーズ、結構この人間たちもすっごく関わってくる内容なので、この人間たちのフィギュアね、個人的にめちゃくちゃ嬉しいです。じゃあちょっと一個ずつ見ていきましょう。まずはこちら、はい、オプティマスプライムから見ていきましょう。はい、オプティマスプライムのビークルモード、このような見た目になっております。まあね、ちょっともしかしたらオプティマスのこと知らない方もいるかもしれないので、ちょっと簡単にね説明しますと、オプティマスプライムはトレーラートラックから変形するオートボットのリーダーなんですよね。で、この今はゴーストっていう組織に協力しているため、そのエンブレムがあるんですよ。ちょっとこのおもちゃもね見てみましょう。ほら、ここ見てください。これがゴーストのエンブレムなんですけれども、その内側にね、このオートボットのマークが書かれてますね。はい、っていう感じで、ちょっとねこの見慣れないマークがあるかと思うんですけど、これはゴーストのマークです。はい、で、このタイヤがねこう6個ついてるので、こうやってコロコロねさせて遊ぶことができます。はい、で、次こちら、はい、これはバンブルビーですね。はい、バンブルビーのビークルモード、このような見た目になっております。で、バンブルビーもちょっとね簡単に説明をしますと、バンブルビーは陽気で明るいオートボットで、今は訳あって身を潜めているんですよね。はい、で、このバンブルビーの方はゴーストには所属していないんですよ。なので見てください、こちらバンブルビーのこの上の部分には普通のね、いつも通りのオートボットのこのマークがついてるっていうことなんですよ。はい、ということで、これもね、なんでバンブルビーが身を潜めてるのかとか、ゴーストに入ってないのかっていうのも今後おそらくアニメで語られてくると思うのでね、皆さんそこ楽しみにしていてください。で、バンブルビーもタイヤ、はい、で、これ4つですね、はい、ついているので、このようにコロコロさせて遊ぶことができます。はい、そしてこちらですよ、やっぱりこの人間のフィギュア。はい、このロビーっていうお兄ちゃんとモーっていう妹ですね、この兄弟のフィギュアがついてます。見ていきましょう。これだいぶね、この顔の表情まで細かく造形されて、さらにこの目とか髪までしっかりとねこう塗装されてて、めちゃくちゃ細かいんですよね。はい、で、このロビーともののこと知らないっていう方ね結構いると思うので、簡単に説明しますと、劇中にね、今回のアーススパークに登場するマルト家の子供たちですね、まあ兄弟ですね。はい、で、今作では地球で生まれた新たなトランスフォーマーのテランっていう種族が出てくるんですけれども、そのテランとリンクできる手袋を彼らははめておりますっていうね、すごい結構物語の、まあ、キーパーソンですね。はい、で、今回アーススパークめちゃくちゃね、人間パートがねすごくいいです。はい、で、ちょっとこれも見ていきましょう。ほら、ここのこのロビーは右腕で、モーは左腕、こう手袋してますね。これです、これがこのテランっていう種族とこうなんか意思の疎通とかができるものになっております。はい、まあ、っていうね、このフィギュアがついてます。結構やっぱこのアニメ見てると、ロビーとモーのフィギュア、
欲しくなるんで、個人的にはこのフィギュアついてるってだけでも本当にこのスピンチェンジャーシリーズいいなって思いますね。でここオプティマスの方はここ開けると、はい、乗せられます。でバンブルビーはそのままこの部分ですね、はい、にこうやって乗せることができると。でこうやってこうそのまま走らせたりすることもできると、こういう遊び方もできます。でさらにね、はい、ここバンブルビーはここのね部分外して、このモーのね、はい、後ろにこうやって取り付けることもできると、はい、なんかウィングみたいなね感じのこう玩具オリジナル遊びができます。はい、まあ、ということで、まあね、ビークルモードこんな感じですと。じゃあ早速ね、トランスフォーマーですのでロボットモードに変形させていこうかなと思います。まずはここの後ろの部分ですね、これを下にこうやって下ろします。はい、そうするとこう足になりますと。で次ここの部分を内側からこう押してあげると、はい、こうやって腕がね出てきます。で次このフロントの部分を上にスライドします。はい、で次ここの灰色の部分を下げて、で引っ張ってあげて、ここでロックされてるのでこの下からねこうパチッとロック外してあげて、でここでもロックされてるのでつまんでこう外して、でこのヒンジで後ろに持っていきます。はい、でそしたらここのねこの突起とここの穴をこうやってくっつけてあげます。はい、でここのね腕をこう下に下ろしてあげると、はい、これで準備完了になります。はい、ここからはなんとこちら先ほど登場したこの人間のねロビー、これが鍵なんですよね。はい、この人間のねこのキーを使ってここにこのロビーをこうパチッとはめると、なんと自動で変形してくれるのでやっていきましょう。でこの変形させる前にここですね、ここの部分、これがこのパーツがねこう一応下に降りる仕様になってるんですよ。こんな感じでこれは絶対こう上がってる状態で変形させましょう。はい、それではこちらのねロビーをここに差し込んでいきます。いきます。はい、スピンチェンジいきます。はい、このような感じでこの腕とこの頭がこうパシャって開いて、で回転するっていうギミック、回転するからスピンチェンジャーなんですね。いや面白いですよね、このド派手なギミックね。でこれもう一回やりたいときは一旦このロビーを外します。で体を押さえて、でこう足を持って時計回りにこうやって回転させます。そうするとここでカチッっていって止まります。でそしたらこのように頭と腕を収納すると、でもう一回ここにロビーを押して、こんな感じで回転させてあげるっていうね、はい、感じになっております。おもろいねこれはね。ちょっとこの何回もねやりたくなっちゃうんですよ、この回転ギミック、こうやってぐるぐるってね。はい、でこのオプティマスプライムには実際には青いねシールドがついてきて、ここに取り付けたりとかできるんですけれども、ビークルの時もねフロントに取り付けたりすることができるんですけれども、このこれサンプルなのでね今ついてないんですけれども、実際の商品にはそういうシールドがついてきて武器をこう持たせることができます。それでは次はこちらバンブルビーをロボットモードにトランスフォームさせていきましょう。まずはここの部分ですね、このパーツを取り外します。はい、でまあ例えばこことかに、まあ、つけておきましょう。で次ここ、はい、テールランプのね部分ですね、これを上に上げて、でこの横の部分ですね、これをパカッと開いてここにくっつけます。はい、反対側もここにくっつけてあげると、はい、そしたらこの後ろ半分を持ってこのように足をね開いてあげます。はい、パカッて開いてあげると、はい、この下半身が完成すると。じゃあ次上ですね、ここの部分を半分に割ってあげて、
下に下ろします。反対側もこうやって下に下ろす。でそのままこうね前に回転させてあげて、ここに爪があるんですけど、この爪にここのね、はい、この板2枚ありますね、この間にちょうどこう入れてあげると、はい、こうやってロックします。反対側も回転させて、ここにこうやってロックさせてあげると、はい、でここまで変形させたら、はい、こちらモーですね、はい、このモーをここに刺します。それではいきましょう。はいはい、こんな感じで、で腕が出てきて、これをはいしっかりこう伸ばしてあげて、でこれでバンブルビーロボットモードになります。どうでしょうか。いや、この腕が出てくるのいいですよね。ちょっともう一回やろうか、この頭もね、はい、あでもう一回やるときはまたさっきと同じようにこの体を押さえて、この下半身をあの時計回りこうやって回してカチッってなって、で腕と頭しまう、でもう一回ここにやる、でぐるっとね、はい、こう回転するっていうね仕組みになっております。はい、いや面白いですね、はい、でバンブルビーのさっきこの背中につけたやつに関しては、ここの足の裏にこう取り付けてあげたりだとか、この腕ですねにこうやって持たせることもできます。こうやってね武器にすることができると。それでは稼働に関してなんですけれども、こちらオプティマスプライムに関してはこの肘がこう曲がる、90度ね曲がるっていうぐらいかな。まあ一応このこうやってね、まあかがんだりとかもできますけれども、まあこの稼働よりかはギミックをね重視してるおもちゃですので、まあね稼働はそんななくてもいいかなっていう感じはしますね。これもバンブルビーもまあ腕がこうちょっと動くくらいかな。まあ一応こうこのぐらいですね、はい、頭もね固定なので、はい、稼働に関してはこんな感じです。それではこのロボットモードからビークルモードへちょっと戻していきたいと思います。まずはこのロビーを外して、でこの戻すときにこう回転させて、はい、ここのカチッってねやっておくと、次変形させたときに、ロボットに変形させたときにあのスピンして変形できるんで、この戻すときはねカチッとねやってから戻した方が良いでしょう。はい、で頭戻して腕を畳んで肘を曲げると、はい、でここロック外してヒンジでまずはここにくっつける、はい、で次こう上からここに、はい、くっつけて、このようにして灰色の部分を畳むと、で次ここの部分下ろします、はい、でこのサイドの腕を畳んであげて足を上に持っていく。この時にこの突起とこの穴をねこうくっつけてあげましょう、はい、でそうすれば、はい、オプティマスプライムビークルモードになります。それでは次はバンブルビーをビークルモードに戻していきましょう。まずは、はい、もう外してあげて武器も外します。でここ回転、はい、でカチッとやってあげて、で頭とこの腕はこのまず肘をちょっとこう畳んでから戻す。反対側も肘を畳んでから戻す、はい、でカチッとねなるまでやってください。でこれを上に回転させながら、はい、戻します。こっち側も外して回転させて、で上に持っていって、はい、ここで2つとも、はい、合わせます。こんな感じです。で次足をくるっと回転させて、はい、畳んでこのサイドの部分を戻してあげると、はい、反対側も戻します。でこのテールランプをここにはめてあげて、でさっき外したこの武器を上に取り付けてあげれば、はい、これでバンブルビービークルモードになります。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。
ちなみにアーセスパークのアニメは毎週日曜朝9時15分からね放送してますので、よかったら皆さん見てみてください。で、あと概要欄にもアーセスパークに関する情報や URL など貼ってますので、よかったらね見てみてください。ということで以上になります。スタルケルでした。